今年8月の24時間テレビで県内のイオングループに寄せられた募金が広島テレビのチャリティー委員会に送られました。贈呈式にはイオンリテール中四国カンパニー松本信夫支社長とマックスバリュー西日本平尾健一社長が出席しました。そして県内のイオングループに寄せられた募金560万円余りの目録が広島テレビチャリティー委員会に送られました。今年の24時間テレビは会いたいをテーマに放送。イオングループはイオンやマックスバリューなどで募金を受け付けました。県内の福祉団体へ6台の福祉車両が贈呈されるなど募金は幅広く活用されます。